ってみましょうかね。横のすぐ横に駐車場ありますんでね、大体駐車場から歩いて5、60メートルですか、階段上がってね。あはー、バーベキュー広場ってあのゾウとさっき行ったとこやな。あくまで行かなきゃねえわ。ここからも反対からも行けないよね。こんなんです。ねえ。もういらっしゃいますよ。珍しく。人がいる。ねえ。ここからずっと。はい。ええ。すごい雨で今日ね。こんな雨ですわ。ちらっとこの前見たな、そういうところ、ここ選手ね、だから出してますけどね、ここね、ちらっと見たよな。よしよし、お、これね、この前見てますね、これね。で、こんなんでね、いやほら、来てますか、これ、お客さんが、この雨に珍しいね、これ。はい、今どこおるんだ、こおるんだよ、ここ、ね、一番北側なんでね、ずーっと日の熊寺といったね、体験工房の先もあったんだけどね、こう農業体験小屋だったかな、詩人の広場。ここよく行くんやけどね、こっちはね、何回か行ったんやけど、キトラク運のあるところとね、展望台と、それと壁画体験会だな、そんなとこ行くんやけどね。あ、だから第一駐車場か、第一駐車場だな。でもずーっと歩く、もう弁当が食べれるね、丸いとこね。なるほど、こんなの弁当食べれるらしいです。どうですか、あれはね、すごいことになってましたか。こんなんね、この横を通ってみますか。はい、ゆでるな。はい、失礼します。これがね、これがずっとこの歴史の写真が残ってますよね。高安山、大阪辺やね。高安山ね、高安山は登ったことないな。横は通るけどですね、高安城だったのかよ、知らんな。ね、ケーブルカーがあるんだよね、あの高安山やったらな。これは見てもお城、石城なんて石崎さん、人工石、知らんだ、どれがよ。これはどこだ、北門前、骨も見たことないな。安いもん、上に行ったもん、どこだろう、わからんな。ちょっと後で調べましょうね。あ、山城のことね、これ行ってないわ。ちょっとどこ出ましょうね。はい、どこ出ましょう。こんなんですよね。これまっすぐ行くとね、西舞台古墳って、この道をね、まっすぐ西舞台古墳まで行きます。まあ、過ぎてね、ずいぶん行って、左側にちょっと行って石舞台古墳ですか。この道、手前の道をずーっと行くと、あれそうかい、あれ。
あれが高松塚古墳かね、あれ。どちらといえば高松塚古墳。これ。そうやね、高松塚古墳じゃん、これが。こんなとこ見えるのがいいな。こんなとこ見える気がしようなんだね。ここね。これ椅子があるから座って並ぶでしょうか。あら、感じいいとこでしたら、これ。これ、見てるだけでもね、こんなんですか。あ、その下にもあるね、ほら。下にもね、お家があります。これ、その時、飛鳥時代やったらね、もう、そうやけど、飛鳥時代もまだ竪穴十分残ったんじゃないか、残ってたんじゃないかな。ねえ。あんな感じやったね、昔もな。一番大きい首都でね、10万人ぐらい暮らしてたんだね。すごい感じですわ。はい、今日はそういうことでした。